はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、あるです。天神の続きですね、よろしくお願いします。で、本日ですね、パートの124をアップロード、124という数字はね、馬鹿げていますけれども、アップロードとか公開をしていますので、改めてね、七崎さんの爆発力っていうものを感じていただければと思います。すごいね、軒並み評価がね、どんどん上がっていくのがね、皆様も目で見てわかるような感じの中、いや結構ね、R も楽しんでんじゃないのっていうのもあるし、シナリオもね、多分いいんじゃないかなと思うんですよね。まあそこにね、行っちゃうけど、今までの女の子がさ、例えば、まあ、幼なじみの子だったり、結構悪友だったり、今日はね、日曜日ですから。変な委員長だったり、ちょっとやばい系委員長だったり、なんかよくわかんない先輩だったり、それもスーパー美人のさ、あとスーパーお嬢様だったりっていうので、結構特殊な感じが多かったじゃないですか。まあ、棚町さんがギリギリリアルでもいるかなくらいじゃない、接することができるかなくらいと思うんですよ、今までの感じだと。こんな子いないでしょ、こんな危険な子は俺はいてほしくないし、幼なじみってね、いないよね。で、お嬢様、まあ、いないかなっていうね。まあ、いたとしても、まあ、関連性がないですよね、我々には。ね。となると、一番、通常の後輩っぽくないですか？人間性的にも、別にほら、この子が、もともとね、突っかかってきたのって、この主人公が変態だからですよ、ね。だから、こう見ると、一番、接しやすいというか、自然な感じでね、会話とかも、見れてるし、仲良くなればこういう関係性になるかな。でも一番なんか自然な感じはしますかな。と思うんですけれども、今日は地震でも起こしましょうか。最近またあれか、北海道とかでねあるらしいんですけれども、大丈夫なんですかね。全然やっぱ埼玉県に住んでいる感じだと、ニュースとかさ、ちょうどね、リアルタイムとか見ないとわからないんですよね。まあ、もう済んだ話かもしれないんですけども、今後もね、気をつけていただければと思います。まあ、それ言ったらね、うちっていうか、この関東もね、いつか来るんじゃないかっていう話をしていますけれども、どうすんだっけ、こういう地震の時って、今は、いきなり飛び出ると逆に死ぬっていうのは、なんかそれもなんかテレビでバラエティーかなんかでやってた気がしますね。そう、いつ揺れが来るか分かんない、なんかいろいろね、物が落ちてきたり、ガラスがね落ちてきたりして串刺しになるっていうね話があるんですけれども、最近のお家は耐震性がねあるから、なかなか崩れにくいなんて言いますけど、大地震が来たらさ、家崩れるよねって思わない？まあ、築何年かにもよるかもしんないけどさ、じゃあ急いで避難しないと。いや、宮を置いて逃げる気か。そんなことはできない、できるわけがないよ。今行くぞ。宮ちゃん寝てるか、もしくはもう出かけてるんじゃなかったっけ、パパママと一緒に。宮、大丈夫か、今から一緒に避難するって。あれ、いない、いない。あ、奥のパンダかわいい。いないぞ。どこ行ったんだ、ミア。大丈夫なのか？なんか書き置きがあった気がするんだけど。そうそうそう、これこれ。確かそうそう、お父さんとお母さんとショッピングに行ってきます。ご飯も美味しいもの食べてくるんだ。にしししし。起きないにいにが悪いんだよ。一応お弁当は買ってくるからね。と言ってもさ、まあ。向こうは向こうでショッピングセンター行ってるから結構危ないですよね。ショッピングセンターも俺は怖いけどね。いたらさ、昔だったらさ、ショッピングセンターを一気にさ、閉店させて締め出してくれるんですけど、今はちゃんと避難場所として活用させてくれるんですかね。それ起きない僕が悪いけど、あんまりじゃないか。せっかくの休日に何やってるんだろう。あれ、何も起きなかった。そっか、なんか誰かと
ね、鉢合わせするかなと思ったんですけど、なんか何の選択肢もなかったんだね。そういえば今週はニーニーの誕生日だね。ちゃんと弁当は買ってきてもらえたのかな。もしかしたらプレゼントもらえるかもよ。なんですかね、あの七崎さんのプレゼント、一応ね、好感度はきちんと上げているので、もらえるものはもらえるはずなんですけど、もうぶっちょ星人ではね、多分ないと思うんですけど、なんか物かな。ちょっと今から予想しようか。普通にあの森島先輩がね、首輪くれたっていうね、予想は当てちゃったので、でも七崎さん何かな、ちょっと予想つかねえな。なんだろう、例えば多分水泳とか運動系では関係ないと思うんだよな。そうなると、なんだろう、長崎さんについて本気出して考えると、本気出して考えたところでなんだよな。でも相手の気持ちって分かりませんからね。まあ動画の最後の方にでもまた考えるようにしましょうか。どっちがいい？これは、あ、選べない。会話は、有効期限は、あ、全然ありますね。あ、これが危ないか。そしたら、あー、もう自分の運勢を占うっていう、博打選択しかないのか。じゃあ、これやった後に、あ、これ放課後か。これがね、消えなければいいんだけど。これやった後、会話して、で、さらに会話をして、ここに行きましょうか。よし、行くぞ、ほら。ちょっと怖いけど。占いか。なんだか流行り物みたいな感覚で、梅原から本を借りたわけだけど、これって本当に当たるもんなのかな。当たるも八卦って言いますからね。あるもちょっと前にね、タロットカードとかやってましたけど、昨日当たらなかったんで、やっぱりダメかなって思いました。梅原と七崎の結果を見ると、どうも信用できないんだよな。確かに七崎の言う通り、占いなんて勝手なことを言ってるだけな気もするし、やっぱ思ったのがね、占いに頼るような事態になったら、ちょっともう見直した方がいいかなっていう、その生活とかを、そっちを考えた方がいいかもしれないなって思いましたね。あ、そうだ、今日の自分の運勢を占えば当たるかどうかわかるじゃないか。よし、じゃあ早速。そういうのも載ってるの？今日の運勢とかも載ってるんだ。なんか、その、先々の占い本かと思った。悪くないけど良くもないか。それと、出会い頭に注意、前を向いてくださいか。お、うわ、びっくりした。なんだ？すみません、大丈夫ですか？誰の声だ？あ、先輩。やっぱりさ、なんか声色が時に時間つか日によってその時に違う気がするんだよね。まあ、俺が言うのも何かと思いますが。あの、私ちょっと慌てていたので本当にすみませんでした。あ、いや、僕のことはいいよ。七崎こそ大丈夫だったか？はい。それならよかった。でもどうしてそんなに慌ててたんだ？なんだろう、まだ1限目だもんね、休み的には。あの、クラスの女の子にどこまでの関係かって追及されて。おいおいおい、関係って何の関係？それはすみません先輩。いや、もう全然。あの、私これで失礼しますね。おい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 、長崎よ。どういうことなんだ。僕は何の関係かを聞いただけなのに。あ？おかしいな、こっちにもいない。愛ちゃんどこ行っちゃったんだろう。ね、ちょっと噂の2年生のとの関係を聞いただけなのに。まさか耳まで真っ赤にして逃げるなんて思わなかった。まあ、すぐ戻ってくるかな。そうね、私たちは教室戻ってよっか。そういうことだったのか。
ああ、きっとあの子たちの言ってた2年生って。それにしても女の子同士とはいえ、七崎はクラスでどんな話をしているんだ？ちょっと気になるな。そうかな。大体あの話をしているような印象がね、あるけれども、よかった、爆発しなかった。誰も爆発しないしね、七崎さんからの腹パンも免れられたってことですね。あれ、下手するとぶっ殺される可能性ありますからね。おまって言われそうだよね。七崎が猫を撫でている。これ今日から始まったやつか。じゃあまだまだ余裕はありますね。じゃあちょっとお話ししましょうか。あと他のね、コメントもありがとうございます。いろんなね、少年少女がゲーム内でね、先輩。出てきていますけれども、七崎さんの郁夫くんだっけ？郁夫くんはもうちょっともう汚れ切ってますからね。時間いいかな。どうかしました？R はね、うちにエロ本がなかったんで、そういうものは全然触れませんでした。逆にもう R の時代になるとエロ同人ですかね。もうやめようか。別に構いませんよ。まあ、よかったのかな、それが。それがなければ、俺は実況なんかやってなかったかもしれないですね。さて、どうする？なんかクソ外しばっかりですね、これ。じゃあ、世間話かな。ここでさ、一発目で外すと本当やめたくなりますよ。先輩の家にはこたつってありますか？あるよ。よく宮に占領されてるけど。うちと一緒ですね。まあ、なんだかんだ楽しんでますからね、甘神を。あ、もしかして弟に？ええ、私が入ろうとすると中に潜っていたずらしようとするんです。ああ、もうダメかもしんねえな。長崎も大変だな。ちょっと、やっぱ2、3発ぶち込んだ方がいいんじゃないですか、七崎さんも。ちょっと甘いんじゃないかな、弟君に対して。教育的指導がね、修正が必要なんじゃないですかね。外していく。じゃあ、他のコメント、コメントじゃないんですけども、多分、甘神ね、この七崎さんのルートとか見ていただいてると思うんで、たまにね、アドバイスいただけるのもありがとうございます。俺はね、バトオペいいと思います。バトオペ2、俺はやらないけど面白そうだなって思いました。これだけで多分伝わると思います。テンプファーがいいと思います。はい。 まあ女の子でね、ガンダムが好きな人がいたら、ちょっとオタサーの姫にでもなればいいんじゃないかな。危ねえ、危ないすぎるぜ。七崎はアルバイトってしないの？今はまだ。ねえ、部活でね、忙しいもんね。アルバイトは後でもできますが、部活は今しかできませんから。なるほどね。できるだけ目の前のことに集中したいんです。なんでさ、そこまで入れ込んでるのかな？あれかな？水泳で世界取っていく感じなのかな？そうしたらやっぱ体調面でもね、気をつけないといけないですからね。具合悪くなったら速攻で病院行かないと、大変な病気だったら困りますからね。どうしようか。完全にこれ外してんだよな。こういう時はね、もう左から行きましょう。ずらして、うわ、もうダメかもわからんな、これ。ここに来てね、ちょっとアタックできないっていうのはちょっとやばいんだけど。たまにはそういうことがあるかもしれませんね。これあれかな、恋愛とかにちょっと行った方がいいかな。ここまでね、ぐいぐい外してくるってことはなんかありそうな気がするよね。もう電プチしたいんですけど、本当に。ここダメだかダメだな、もう本当に。そうでしたか。いやね、もう取りだめっていうものがないから、ちょっと焦りがあるのかもしんないけど、もうちょっと真剣に考えた方がよかったね。そろそろチャイムですと思ったけど、考えても分かんねえから今こうなってんのって言いたいよ、俺に。ね。ではすみませんが、私はこれで。またな。失礼します。
まあターン5までね、いけたことに評価しましょう。自分を自分で許すしかない。くっそ。そしたら、あー会話か。もうちょっとね、ほんとクソ外しなんで、もうどんどん会話行っちゃって、バーをね、バーっていうかなんていうの、ああ、そうか、バーをね、埋めていった方が良さそうですね。ちょっと先が思いやられますわ。もうどこからでもガシガシ行けるように。あ、先輩。多分ね、また、来ると思うんだよね。会話がさ、また3つ4つ多分出てくると思うんで、時間いいかな。はい、どうかしました？あんまりさ、ローテンション続きだとさ、無理ですとか言われたら怖いよね。別に構いませんよ。これテンション低いのに別に構いませんって言ってくれる長崎さん、マジリスペクトですわ。くそ当てられる気がしねえんだけどせっかくさ、世間話で、ね、逃げたのに、もう、ま、ちょっと、ダメだこりゃ。さっぱりわかんねえんだけど。あー、これちょっとレシピっていうか変わってるな。小さい頃って何をして遊んでた？あまり覚えてはいませんが、本を読んだり、絵を描いていたと思います。私、あまり外には出ずに、家の中で遊ぶことが多かったんです。へえ、あ、そうか。それででも水泳をやり始めたね。体が弱かったって言ったっけね。そのまま行けばね、ゲーム実況とかで一躍有名になったかもしれませんよ。長崎さん、当たっていく。長崎は王様ゲームってしたことある？いえ、ありませんね。あ、でもルール的なものは知ってるんだ。あまりにもさ、リスキーすぎるし、逆にさ、王様になりたくなくない？指図をしたくないんだけど、指図っていうか、そのね、罰ゲームじゃないですか。確かに負けた時に何をさせられるか分かんないのは怖いよな。そうだね、クソゲーを丸々一本実況してくださいなんて言われたらね、死んじゃうもんね。人によっては。俺はもうご褒美だけど。お、娯楽当たっていくね。あ、これちょっと変わってるな、多分。放課後は何して遊んでる？私はほとんど遊んでません。うん、俺もそう思う。水泳や家事など、他にやりたいことがいくらでもありますから。そうだよな。あ、テンション下がっちゃう？くそー、娯楽は甘え。甘えは甘え。甘えていく。もうすぐクリスマスだけど、長崎の家ってツリーを飾ったりするの？ええ、イコーがいますから。そうだね、イコーくんが大きくなるまでは飾ってあげてもいいんじゃないかな。と言っても出来合いの小さなものを飾るだけですけどね。いや、全然全然ね。そうそう、雰囲気を味わうっていうのが大事だよね。はい、そうですね。うん、よかったよかった。少しずつね、今取り返してきてるよ。ここで恋愛だよ。よし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 、来てる。俺は今来てるよ。もし長崎に恋人ができたら、毎日電話する？どうでしょうね。毎日はないかもしんないけど、結構かかってきそうだよね。束縛する、自称を束縛するタイプなんで。こまめに連絡を取りたいとは思いますが、あまり迷惑はかけたくないので。相手次第ってことかな。そうですね、そうかもしれません。あんまり泥沼にはめたくないよね、こういう子を。あ、もうこんな時間、そろそろチャイムが鳴りますね。ああ、本当だ。私、もう少し先輩とお話がしたかったんですけど。多分こういう光景もさ、実は見られてるんだろうね。でも仕方ないな。また今度にお話の続きをお願いします。そうだね。はい、それでは私はこれで。うん、またな。うん、またなって結構多いよね、純一くん。
ああ、やっと笑顔が見れた。ちょっと助かったわ。若干救われたかもしんない。これでまたローテンションだったらな。そろそろ。ああ。行きたくないよ。俺さ、これ本当にね、爆弾なんだよね。なんか選択肢の一つ一つがね、もう、一歩間違えたらさ、即死じゃん。社会的に。行く？行きますよ。行く行く。いや、本当は行きたくないんだよ。七崎はいるかな。部活前だから多分ここに来てると思うんだけど。なんだか少しだけでもいいから、そばにいて話がしたいんだ。時と場所を選べ。あ、いたいた。うん。練習前にちょっと声をかけてみるとするか。つったってさ、これ立ち入り禁止ってさ、言われてなかった？ちょっといい？あ、ほら、もう、わかってた。わかってた。塚原先輩、もう土下座の準備は万端ですよ。あなた、七崎に会いに来たんでしょ？はい。やっぱりね。ほら、やっぱりなって言われちゃったもん。あ、練習が始まる前には帰りますから。どうかしたんですか？なに、まさか練習に身が入らない系話？やめてよ、そういうの。先輩？ねえ、少し聞きたいことがあるんだけど、いいかな？なんだろう、聞きたいことですか？そう、七崎のこと。七席の？今までね、なんかちょっと順調に来てたのに、問題発生ですか？実はね、ここ最近七崎の様子が少しおかしいのよね。すげえ。止まっちゃうのか。準備運動じゃなくて普通に、あれか、上着を脱いでただけか。はい。なんでしょうか。なんだかぼんやりしてることが多い上に、練習にも身が入ってないようなの。今まではこんなことなかったんだけど。これをさ、発展途上と言ってしまえる、やっぱ純一くんのレベル高いですよね。言ったらさ、これ伸びってしてるじゃないですか、上に。それでさ、こんだけ十分じゃないですかね。はい。以上です。そうなんですか。しかも原因がわからないから対処のしようがなくて。あれかな、塚原先輩も結構鈍感さんなのかな。七崎が。君、七崎から何か聞いてない？いえ、何も。そう、君ならって思ったんだけど。すいません。それならいいの。先輩、本当に心配なんだろうな。こんなに必死に七崎のことを。ねはい。すいません、塚原先輩。ちょっと待って、今行くわ。まだ途中なのに呼ばれちゃった。まあ、面倒見いいからね。今見えるだけでも12345678人くらいいるでしょ。これをさ、みんなさ、取りまとめていたらさ、やっぱすごいよね。副部長さんとかいると思うんだけどね。そうみたいですね。せっかく君に時間をもらったのに、こんな中途半端に終わりだなんて。いやー、もう本当生きて返してくれるだけでね、気にしないでください。そう言ってくれると助かるわ。いや、こちらこそね、九死に一生ですよ。それじゃあ、私は部活に戻るわ。七崎の様子か。確かに気になるな。そのうちお昼にでも誘って事情を聞いてみるとするか。と、今日はもう始まるからおとなしく戻っておこう。ああ、どうなるんですかね。ちょっと気になりますね。じゃあ帰ろうか。
っぱね毎日あげるとね、いつの間にかね取りためていたものがねなくなっちゃってね、びっくりするんですよね。うわやっべって、あやったぜ。これあと1個バーを取ればまあねアタックもできるし、問題解決の糸口にもなるのかな。日々の積み重ねが頑張ってね、ニーニー。もう日々の積み重ねどころじゃないですよね。もう一手一手でさ行動を読んでいかないとね、日々の積み重ねとは一体ってなっちゃうからね。